はい、今日はですね、この松屋発焼きカツ、これが今日から発売なので食べてみたいと思います。はい、行ってきます。はい、今食べてきました。そうですね、相変わらずですね、松屋独特ってんですかね、醤油ベースのニンニクとバターの、なんか大体いつも同じようなこのタレってんですかね、はい、これでしたね。で、肉なんですけど、かなりですね、薄くてですね、柔らかいです。で、パン粉で焼いてるんですかね、油っこさは全くないですね、はい。で、そのまま食べたんですけど、味はしません、全然。で、この醤油のニンニクバターのタレですかね、これをかけて食べたんですけど、なんかちょっと物足んないかな、ちょっと肉が薄くてね、柔らかいんだけど、ちょっとなんとも言えないですね。まあさっぱり食べれるんだけど、でもね、このね、またね、後味がこの松屋独特のですね、もう口の中がこのニンニクバター醤油、この後味になってますね。はい。なんと言ったらいいんでしょうかね。まあそういうことでですね、まあこれは好みが分かれると思うんですね。はい。はい、そんなとこですね。まあ私としては、まあ、これ松屋初って書いてあったんで、食べてみました。はい。それでは、ごちそうさまでした。ありがとうございました。失礼します。